中世ヨーロッパの射血近代のヨーロッパや米国でも熱心に信じられ、盛んに行われた射血。射血とは人体の血液を外部に排出させることで症状の改善を求める治療法の一つである。古くは中世、ヨーロッパ、さらに近代のヨーロッパやアメリカ合衆国の医師たちに熱心に信じられ、盛んに行われたが、現代では医学的根拠はなかったと考えられている。 現在の射血は限定的な症状の治療に用いられるのみである。方法としては17ゲージ前後の注射針を血管に栓死、留置してチューブを通し吸引器を使用して血液を抜き去る。古典的な意味での射血は体内に溜まった不要物や有害物を血液とともに外部に排出させることで健康を回復できるという考えによるものである。 西洋医学で盛んに行われた療法である。ヨーロッパやアメリカ合衆国で多くの医者が患者のどんな症状を見てもしばしば射血が効くとしてそれを実行した。中世から18世紀末頃にかけて欧米では射血は一般的な治療法であった。初期のアメリカ合衆国でも盛んに射血が行われていた。熱が出れば射血下痢をしても射血 咳が出ても、射血といった調子で、毎日のように、患者宅から患者宅へと1日に何件も駆け回って、患者の血を抜くことを繰り返すなど、医療行為としては射血ばかりを行っていて、他にはほとんど何もしないというような意思が多い、というような状態だったのである。初期には早傷などによって皮下に溜まった海を排出させるため、 一度癒着した、総勝部を切開したことに由来すると言われている。また、鬱血によって皮下に溜まった血液を排出させることで、治癒を促すともいい。中国医療の針では、患部に小さな傷をつけ、そこから死圧、または陰圧にしたガラス製の小さな壺により血を吸い出す、らくという療法もある。また、ヒル等の吸血動物に血液を吸わせる射血法も、 古くから行われており、19世紀初頭には、石灰による射欠に代わって、広く行われた。なお、現在の日本の法律では、患者の体を石灰することは、医療行為にあたり、医師にしか許されない。無資格で行えば医師法違反により処罰の対象となる。前述の白落に関しては射欠として、医療行為の範疇に含まれるか否かが議論となっているが、 そもそも差し落については、第162国会質問主意書、第26号答弁によれば、様々な器具や主義を用いる方法があると考えられる。こと等から、一般的に確立した定義はなく、個々の事例に即して判断されるべきものとされている。このような中、2006年2月1日に医師でないのに、射決を行ったとして、新旧市が逮捕される事例も出ている。 日本白楽学会は、白楽は、体の所定の箇所の皮膚に針を刺すか小さく切開して、指で絞るなどして、血を少量出すだけの、射血とは考え方も方法も異なる方法だと、している。白楽そのものは、平成17年の答弁書26号で、針の範疇に入ると、明記されており、三両針を用いてとも明記されている。しかし、三両針の定義は書かれていない。 念のため付け加えておくが、鍼灸は異業類似行為ではなく、異業である。鍼灸師とは医師にしか行えない異業の一部を割り当てられた資格である。鍼灸師は医師ではないが、異業の一部を行える。つまり、司会と似たような立場なのである。現代的な射血は、基本的には献血で血液を採血するのと同様の方法で行われる。献血と違い。 射血された血液は廃棄される。献血に射血の効果を期待する者もいるが、日本赤十字社はそのような治療を必要としている状態の方から献血をいただくことはできかねますとしている。射血はギリシャに始まってヨーロッパに広まり、中世初期では修道士が実践していた。初期の頃には総称によって皮下に溜まった海などを排出させる治療行為であったが、 時代が下ると、打撲や骨折によって生じた炎症部分を切開し、炎症の軽減を求めるためにも利用された。他方では、血液のよどみが病気の原因であると考えられたため、血管を切開した。頭痛では、こめかみの血管を切開して、頭痛の軽減を図ろうとしたりする方向へ発展した。1162年、ローマ法王が遮血を禁止すると、床屋が、 射血用の小刀が付属したツールナイフを開発して射血を引き継いだ。現代の床屋の看板、サインポールの元である赤、青、白の縞模様はもともと赤、白の縞模様であり赤は血、白は主血体を表しポール自体の形は射血の際に用いた地の流れを良くするために患者に握らせた棒を表しているという。なお、頭痛治療における射欠は 戦闘の類型であるとみなすことも可能であり、必ずしも根拠に基づく医療ではない。ただし、頭痛に対して、射血を施すことが適切なケースも少なからず、存在する。例えば、多血症は、頭痛やめまい、倦怠感を伴うが、これらの症状は、射血により、血中の赤血球を減ずることで警戒する。つまり、多血症が原因で頭痛を訴える患者に対して、 射血を施すのは現代医学の立場においても適切と言える。とはいえ、当時は症候学が未発達であり、そもそも多血症という疾患の概念もなかったわけで、あるからあくまで射血により頭痛が警戒することがあるという経験則の範疇を出るものではないことには注意が必要である。さらに時代を下ると伝染病や排血症、循環器系障害等にまで、 積極的に使用されたという。この時代においては、衛星の維持が不十分であったため、石灰部が感染症を引き起こすことも多く、また体力が落ちている患者にまで、射血療法を行った結果、いたずらに体力を消耗させ、死に至るケースも珍しくなかった。このようなケースで亡くなったと見られる著名人には、映ダラブレス、モーツァルト、ジョージ・ワシントンなどがいる。 一部では神秘主義と結合し、体内に救った霊的なものが血液と共に排出されると考えられたこともあり、このような遮血の汎用は長く続き、またヨーロッパ一体に広まって近代医療の発展する時代まで続いたという。ヒポクラテスの唱えた四体液説が当時の医学の根本的な考えであったことも使用に拍車をかけた。後にいたずらに体力を消耗させる。 射血療法の治療効果が疑わしいとして、18世紀以降には次第に繁用されることは減っていった。沖縄では伝統的な民間療法が見られる。この沖縄の民間療法における射血では、ハンセン病以外に熱発を伴う風邪、ハブ交渉などいろいろな疾患にも使われていた。名称として乱説、射血療法と言っている文献もある。射血の場所は、 頭痛の場合は頭部であるが、一般的には、背部が多く、その他の場所でもある。その部位を柄付きカミソリで切り出血させる。場所をの芯で吹き出血を増大させ、泡盛で消毒する。皮吹きだけで出血を増大させることもあり、そのためにブーブーとも言う。開始時期は明確でないが、江戸時代か明治時代の文献がある。昭和42年においても、 都市部で15.1%、離島では50%近くの子供にも見られた。被疑や家族により施行された。実施の時期は、乳幼児59.1%、幼児期27.8%、新生児期2.0%。背部では、細い反痕、頭部では小さいハゲとして残る。都療養所、昭和12年年報や沖縄本島の患者の、 思い出の話にも記述がある。現代医療では、いくつかの症例において、治療法の一つとして、この遮血療法が行われる場合があり、これらは、医学的にも根拠のある治療手段である。以下に例を挙げる。カッピング療法として、中を火で炙った竹筒内し、ガラス容器などを利用した陰圧で、皮下に鬱血を生じさせる伝統療法が、西洋東洋を問わず存在した。 単に鬱血を生じさせるだけでなく、そこを切開して、射血を行う場合も多かった。現代においても民間療法として存在する。あるいは伝統中国医学内視鍼灸治療に、死落として存在する。これは、過去のヨーロッパや現代でも行われる積極的に、血管を切開して出血させる射血法とは別のものと見る考えもある。科学的な根拠はないとされる。 肩こりや五十肩などには効果があるとする意見もあるが、これらはそもそも疾病の原因が科学的に解明されておらず、あくまで経験則の意見を出ていない。ありがとうございます。